はい、どうも、ショイティビです。はい、本日はですね、沼津バッティングスタジアムさんに来ております。で、今回は、僕ら埼玉なんですけど、埼玉からね、静岡行ってからの大阪に行くっていう遠征を今してまして、そこでね、今回はお時間がちょっと時間があったので、沼津バッティングスタジアムさんに来させていただきまして、巷で有名なね、200キロをビタ止めするという企画をやっていきたいと思います。200キロといえばね、メイチュンとか、向こうさんとか、行ってたと思うんですよね、遠征っていうか、はい、撮影で。それでね、200キロって撮ったことないんですよ、俺も。で、埼玉スポーツセンターに160はあるんですけど、そこまでで、200ってどんなもんかなと思って、ちょっと気になったんで、来てみました。で、当日行って、ちょっとおこがましいんですけど、スタッフさんに200キロの方ちょっと撮影させていただきたいということで、もう、心よくね、対応してくださいまして、本当にありがとうございます。で、今回はスタッフさんたちのご協力により200キロのビタ止めをさせていただくということで、はい、今回やっていきたいと思います。はい、で、200キロ、正直ね、未知の世界なんで、俺もね、ヒロトも多分ですけど、掘れないと思う。160の時点で結構やばかったんで、200キロちょっと怖いですけど、はい、安全にやりたいと思います。それでは行きましょう。ゴちょっと無理かもしれない、これ。はい。はい、というわけで、今ね、沼津バッティングスタジアムさんで200キロを取らせていただいたんですけど、まさかのね、両兵のミット切れちゃいました。これやばくて、ね、両兵大丈夫かな。大丈夫ですかね。で、両兵もこれ了承してね、貸してくれたんで、ちょっとこれ後で謝って直してもらおうと思います。でも、この威力、公式用ミットでこれですよ。そう、公式用でこれだし、200キロだったらこれがいいんじゃないですかみたいな。はい、まさか多分こうなると思わないんで、はい、後で良平はビビって、おマジっすかってなってると思うんで。マジっすかってなっちゃう。でも本当にね、はい、マジで無知みたいな、
すごかったっすね。本当こんな感じだったんで、まあ、でもあのメイチュンとか向こうさんとかね頑張って撮ってましたけど、はい、俺も頑張りました。マジで一瞬もうパパン一瞬ですよね。この反応ですよねだけ、うん、本当にこのいい位置で撮ろうとか全然無理だし。無理です。えぐかった。えぐかったっす。この一球やばかった。ちょっともう一回撮りたいけど、ちょっとこれあれなんで、もうヒロトの、ね、ヒロトのミットで次はいつやるか。やりますか。やります。いきます。いきますか。いきましょう。じゃあ持ってきます。じゃあ行きましょう。はい、というわけですね、まあ、一回やったんですけどマジ手もうやばすぎて、であの ミットのこの網の方も切れちゃったんで、次もう両辺のミットすいませんってことで、次ヒロトのミットでいきたいと思いますこれは何だっけ、ミヤマーライアンスさんの。そうです。安い1万7000円1万7000円ぐらいのミット、一応公式用です。公式用、はい、であれ5万5000円ですか。確か5万5000円がそうなんですから、これ取れるのかということで、まあやります。はい、200キロ挑戦します。はい、それではいきましょう。ゴー。うわぁえぐいける。うわぁヒロトの、お、大丈夫。パーノーパーノーパーパー、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 あー、痛い、あー、パー、パー、やばい、行こう、指行く、パー、パー、これやばい。こっちからだからまだいいけど、逆は無理だ。あこすごいっすね、これって強いよこあれあすごく取れる、でも怖い。気合いだ、気合いだ。倒れてるめっちゃ痺れるんですよ。やばいよ。しかもアウトコースの伸びがえぐいんで。ねえ、ミットどう。ミットやばけじゃない。平気なんだよね。はい、ミヤマーライアンさんのやつミット全然平気。はい、こっち結構深いポケットになってるんで、その分こっち側で取る。ああ。で確かにね。でまあね、今あの面とかつけないでやったんですけど、はい、まあ、ここに来てね、あの実際に撮影される方ね、面とかね、その防具とか絶対必要なんで、はい、それ持ってやるんであればやった方がいいと思います。安全に。安全に、まあ200キロの時点で安全じゃないけど、はい、超危険ですよ。そうですね、はい、いい経験しましたね、はい、本当埼玉ですから僕らずっと。そうです、ね、はい、静岡の沼津でこういう風にできてよかったと思います。というわけで、本日はね、はい、沼津バッティングスタジアムで200キロのビタ止めをやりまし ました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録とコメントと高評価よろしくお願いします。それではお待ちしまーす。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。